一面まぶしいほどの黄色。佐伯市本庄の三股地区の田んぼでは、米作りで使わないこの時期、およそ 6.4 ヘクタールにわたって菜の花が植えられています。菜の花100万本プロジェクトと銘打ち、地元の人たちが景観づくりを目指して取り組んでいるものです。先月中旬から花が咲き始め、今見ごろを迎えています。この日は菜の花の黄色と桜の淡いピンク色のコントラストも楽しめる景色が広がっていました。菜の花の見ごろは今週末までとなりそうで、こちらの田んぼでは来月下旬から米作りが始まるということです。